2時出発で琵琶湖まで朝日見に来たのに、太陽ねえんだけど。すごいデコトラですね。ただいま朝の3時半。琵琶湖の北側を西に走ってます。深夜帯なのに遅い車に詰まったぞ。後ろのトラックから煽られるし幸先悪いな。ゆっくりボイスとドラレコ映像の垂れ流しじゃ、YouTube のポンコツ運営に弾かれるんですわ。タイムラプスのふりをしつつ目的地までスキップだ。やっと着いたぞ。行き過ぎてしまったのは内緒だ。何キロで流れてると思ってるんだ。こんな狭い入り口気づくわけないだろ。草生えてるな。虫に刺されそうだ。それくらいの方が空いてていいさ。今時大抵のスポットには排ガスまき散らしハイエースがいるからな。夜間に道の駅入ると、マジでアイドリングうっさい。トヨタさん、早くハイエースの EV 出してよ。積載量とバッテリー重量、航続距離の兼ね合いで、難しいとされているよな。トヨタのことだし様子見だろうな。とりあえず降りてみたが、人類文明の音がしない。メンタリストダイゴにこの場所を教えたら、高いワインをおごってくれそうなレベルだ。どこへでも気兼ねなく行けるプリウス。夜明けは5時だと言われていたんだが、確かに明るいが太陽がない。曇り予報の日に出てきちゃうから。入れそうな道があるし、せっかくだし行ってみようか。この静けさと健全な音、NFT アートにしたらいい値段で売れそうな世界。スクショすればいいじゃんと思っている。NFT の根本が分かってない人多すぎ問題。事情が何であれ、少なくともこの時間のこの場所は俺のものだ。朝日見れねえやんっていう動画かと思いきや、普通に自然に癒されてる感じで草。名古屋港のこういう場所にはゴミが漂着しているものだが、掃除されてるのか見当たらないな。暗くなった後なのにヘッドライトつけないジジイが多い点と、東京並みに道路が混むことがある点以外、琵琶湖は平和だ。30分ほど北に行けばもう福井の日本海ですが、あっちは飛び込んだら死ぬなというレベルで、波が打ち寄せてきて断崖絶壁を作り上げる。近くに住んでるなら、どっちにも行ってみてほしいですな。特に琵琶湖沿い、マナーを忘れず、穴場を探す時間こそ現代の癒しだ。さて、またタイムラプスで北上しつつ帰るぞ。この左側のスポット、風車村というそうですな。道の駅なのかレジャー施設なのか、よくわからん。宿泊、日帰り BBQ、カフェレストラン、サイクルステーションなんかが揃った総合グランピング施設だってさ、ボルボの SUV が似合うような雰囲気だ。琵琶湖沿いって、荒らすような人があんまり来ない印象があるよな。BGM と相まって、おしゃれで上品で高級なイメージがついていきますな。駐車場が閉まっていたぜ。ルートインみたいな、深夜に車で、すき家に牛丼会に行ったりはしない前提か。Twitter で炎上中の人にクソリプ送ったりしない、みたいなノリで言いますな。空が綺麗だったからちょっと止めてみたぞ。これはこれで運転してても眩しくないしいいな。この北西エリアは何もない直線が続くけど、それがまた良いんだよな。ちょっと市街地に入っても、深夜帯だけ黄色点滅にしてくれてることに感謝したい。おかげでスイスイですな。スピードを出さなくても気持ちいい。この時間帯で無糖か、割り込み気味に入ろうとした。安い車、やばいやつ来た。自転車の追い越しがひどそう。先が詰まっててもすぐ抜きそう。公道を走るということは、底辺民に絡まれるということなんだ。動画だけじゃ伝わらない負のオーラ。どれだけあのワゴン R に嫌な思いさせられたか、思い。のどかすぎて地味すぎて、高齢化が進んで脳のレベルが下がっているのか？大丈夫、あと10年待てば、投票にも行けないくらい老いぼれるから。去年は1200万円くらい税金払わされましたからね。どうせ帰ってこないし、その分しっかり言わせてもらいますわ。停止線なんてなかったんだ。下がってこれるくらいの隙間を残すということを、間違いなくさっきの2台はしない。むしろギチギチに車間詰めてそう。下手なペダル操作のせいで、燃費も上がらない。電スロの恩恵、プロでも下手でも受けてる。このプリウスも、エコと加速のバランスを勝手に取ってくれて楽ですわ。右足の負荷低減のために、今もパワーモードで走ってます。さて右側に、湖の真横を通る道を見つけたぞ。入ってみようか。それにしても最近、このプリウスのシャシーの限界を感じるようになってきました。よくできてるけど、全開で走ってると、足回りのバタつきや組み付けの荒さのようなものを感じる。新車価格200万円台の車で、金の大半はハイブリッドシステムにかかってるんだろうな。この車の置き換えになるような車種、今のところボルボの V60 しかないんだけど。それも T6 か T8 のプラグインハイブリッドだ。800万円以上するぞ。まあさっきみたいなワゴン R がはみ出してきて、全損になったら乗り換え考えるか。こういうところをこういう時間帯に走るから、PHV は必須だな。もう BEV でも良いかなと思いつつある。まあ今は車買う時期じゃない。なんというか、高値掴みになりそうだよな。松ぼっくりが何個か落ちてるな。さっきのワゴン R の人、
これ拾ってメルカリに出品すれば。むしろペットショップでローン組んで子犬衝動買いして、事情があって買えなくなりましたって言って、ジモティに出品してそう。月3万円で新車のリース使う方が絶対いいと思うんだけど。こんなところにホテルがあったのか、ここ素晴らしいな、泊まりに行きたい。金で引き換えられる文明の産物だけが娯楽の全てではない。見失ってたものを教えてくれる旅路だ。こういうカーブの抜け方で自己リスクは大きく減らせる。ゼブラゾーンなんか無視して大回りしましょう。アウト寄りに入って、出口が見えてからインカットする方が行動向きだな。そしてここ、なんか金の寺みたいなのあるんだわ。交通量皆無で明るいこの時間帯だからこそ、観光気分でダラダラ走れるわけですな。止めようと思ってたらまたハイエースいたわ。後ろにつけようと思ったけど、やっぱやめたガラ空き道路は自由に走れるんだ。こっちの駐車帯はなんだ、実質的に封鎖されてるな。隙間があったから入るぞ。ちなみにこの時間でもヘッドライトオンだ。それが安全運転。こんな時間帯だし、車が来てもタイヤの音でわかるから、車道の真ん中でのんきに動画撮ってるわけですな。いつも深夜だったから、夜明け直後の静けさと明るさは新鮮だぜ。収益化が止まったおかげで、金にとらわれずに純粋に時間の自由を謳歌する習慣がついちまったな。こんなに自由に暮らしてるのが申し訳ない気分だ。湖と田んぼしかないような黄緑と水色の世界、琵琶湖北エリアに皆さんもぜひ。昔の物流を支えたとかいう船の展示を流しつつお別れです。明日はどこ行こうかな、めんどくさいな。めんどくさがんじゃねえ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。